消しゴム。消しゴムとは、主に鉛筆などで書かれたものを消去するときに使う文房具。従来は天然ゴムが主成分だったためそう呼ばれる。現在はプラスチック製が主流のため、磁消しとも呼ばれるが、消しゴムとも呼ばれている。英語では、ラバー、ベイイイレーザー、イレーサーである。直方体のものが最も一般的であるが、 ボールペンのような形のノック式の消しゴムなども販売されている。また、色調は一般に白色のものが多いが、黒色など色付きのものもある。かつてはパンが使われていたが1770年、イギリスのジョゼフ・ブリーストリーが、ブラジル産のゴムに紙に書いた鉛筆の字を消し去る、性質があることを発見したのが消しゴムの始まりである。発見日とされる4月15日は、 ラバーイレーサーデートされている。1772年頃には、ロンドンで市販されており、ラブアウト、擦るものと呼ばれた。これが、強ゴム一般を意味する英単語ラバー、ラバーの語源である。なお、現在でもパンが消しゴムとして用いられることはある。日本では、明治諸島の1886年に、東京の町工場で製造が始まった。その頃は、 消去性能が良いと言えなかったが、その後改良が加えられ、1959年、日本のシードゴム工業、現在の株式会社シードが、より消去性に優れたプラスチック時消しを開発し、以後その性能から、市場の主流となる。天然ゴムは工術の特殊用途の品を除き、原材料として、現在はほとんど使用されていない。なお、消しゴムが存在する前の時代、 パンを使っていた当時は、自消しのパンを消しパン、そして食事のためのパンを食パンと呼んでおり、それが現在の食パンの語源となっているとは言れているが、これは俗説である。消しゴムは1770年代にはすでに製品として存在していた。少なくとも日本に鉛筆という語ができた時代には、すでに消しゴムもあったのである。そしてパンを自消しとして使用した時代でも、 わざわざ自消し専用にパンが製造されたわけではなく、製造後時間が経過して食味に劣ったパンを使用していた。現在でも木炭デッサンにおいて、消しゴムは髪を傷めるため、油分の少ないパンを用いて、病線を消去することがある。一般的には原材料の遺憾にかかわらず、消しゴムという名称が使用されるものの、消し。 ゴムメーカーの業界団体である日本アザー商工業界をはじめメーカー側の表記としては樹消しが用いれている。これは日本工業規格のプラスチック樹消しの規格、JISS6052 名称としてプラスチック樹消し、プラスチックイレーザー、プラスチックなどと表示しなければならないとされているためで、あ、なお天然ゴムを使用した消しゴムの規格であった。 ジス S6004 は1999年廃止されている。鉛筆で書いた線が消える原理は単純なものである。まず、鉛筆で書いた部分には黒鉛鉛筆の芯の成分が付着する。消しゴムでこれを擦ると、ゴムが紙に付着した黒鉛を剥がし取りながら、消しゴム本体より消し屑として削れ落ちる。さらにその消し屑が紙から黒鉛を剥がし取りつつ、 包み込んで取り除く。紙からは完全に黒煙が除去されて消し屑に移行し、消しゴムには新しい表面が露出する。以上のサイクルで消しゴムが減り、消し屑が出て地が消える。ボールペンなどのインクで書かれた線はインクが紙に染み込むために通常の消しゴムで消すことはできない。砂消しゴムはゴムに研磨擦を配合してあり、 インクを紙ごと削ることによりこれを消すことを可能にした製品である。また近年では書いてすぐには紙に染み込まない高粘度インクを利用した筆記後短時間なら通常の消しゴムで消せる筆用具も実用化されている。プラスチック消しゴムはポリ塩化ビニルに主にフタル酸系化素材を加えて軟質に固めたもので消しくずが速やかに出るため 障子性能が高い。プラスチック消しゴムやその消しくずを CD ケースなどのプラスチック製品と長期間接触させておくと、プラスチック消しゴムに大量に含まれている過素材が移行し、溶けて融合してしまうことがある。消しゴムを覆うスリーブ、紙ケースは消しゴムを長時間入れておくと、プラスチック製筆箱などがこの作用で溶かされてしまうことを防ぐためのものでもある。 プラスチック消しゴムの自消し性能は、またプラスチック消しゴムは、ポリ塩化ビニルを使用しているので、燃やすと、ダイオキシンが発生するなど、環境負荷が大きい。前述の欠点を克服し環境負荷を軽減する商品として、合成ゴム系などの非塩化ビニル、ノン PVC、PVC フリーの消しゴムも多くのメーカーで、製品化されており、 プラスチック消しゴムに近い生じ率90%台も実現されている。また、消すことに主目的を置かない消しゴムもある。例としては、スーパーカー消しゴムや漫画のキャラクター、筋肉マン、消しカスくんなど、ヘンテコキャラクター、噛みつきワーちゃん、食べ物などを模した消しゴムが挙げられる。これらのものには、成形ディテールを優先するために、過素材を減量して、 強度を増したことにより、受けしとしての性能が犠牲になっているものがある。それらは、文房具というより、文具流通を利用した学校に持ち込めるおもちゃという側面が強い。三菱鉛筆、パイロットといった、いくつかの用品メーカーは、自社製造せず OEM 供給を受けている。日本アザ商工業界の加盟メーカーの製造品で、あれば、パッケージ上のクリーンマーク番号で、 個別の性元が確認できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。